皆さん、ごく美味しい。皆さん、こんにちは、なぎさです。今日はですね、ついにうちの娘も6ヶ月突入しまして、離乳食デビューしたいと思います。今、朝寝をしている間に、早速作っていこうと思います。はい、離乳食始めるにあたって我が家で購入したものをご紹介します。まずは eBeeb っていうね、ブランドの可愛いシリコンのエプロンとマット。このね、くすみピンクがめっちゃ可愛くて、色がお気に入りでこれにしました。そしてインスタでもね、すごいリサーチしたんですけど、このセリアの豆皿を使ってる方が多かったんですよ。で、少量だし、やっぱり陶器で始めたいなっていうのと、この形とかも可愛いからこれにしました。そしてこれですね、なんと色が変わるんですよ、温度で。だから冷めたかどうか分かるスプーンっていうのも話題になってて、これね、2セットで、これがスープ用ですね。赤ちゃん本舗とリッチェルのコラボのスプーンを購入しました。これ持ち運びにもいいですよね。そしてこのベイビー麦茶って言って、大人用よりもね、薄く希釈してある赤ちゃん専用の麦茶らしいんですけど、これはピジョンのやつを買いましたっていう感じで、早速、最初はね、麦茶と10倍がゆっていうメニューらしいので、10倍がゆを作っていこうと思います。うちはね、炊飯器がないので、いつもストーブでお鍋でお米を炊いてます。鍋ですね。そしてあらかじめ、1日浸水しておいたお米 50g です。そして 500cc の浄水器から出したお水です。あとはね、余ると思うんで、これもね、おすすめのところに上がってきたんですよ。リッチェルの保存容器、冷凍しておくんですけど、これがね、つるんと出せるらしいんですよ、固まったら。これはブラウンのハンドブレンダーです。で、我が家のお米なんですけど、兵庫県の田島さんのコシヒカリです。で、我が家でもう10年近くこのお米の玄米を、食べてるんですけど、本当に美味しくて、ぜひうららもこのお米でデビューしてもらいたいなと思って、張り切って無農薬の新米を購入しました。まずね、お米炊いていきます。 50g の白米を入れます。そしてお水 500cc。 10倍がゆってことは、お米の10倍お水を入れますね。そして中火にかけます。で、最初は蓋を開けたままご飯が沸騰するのを待ちます。はい、こんな感じでですね、グツグツしてきたら、ポイントはこのストーブの鍋ってすごい焦げつきやすい、きつきやすいんですよ。だから玄米炊く時とかもそうなんですけど、あらかじめね、ちゃんとね、混ぜておくっていうのポイントです。弱火にして蓋を閉めて、タイマーで20分。はい、セット完了したので、このまま弱火で20分待ちます。意外にね、鍋でお米炊くってハードル高いように思われるんですけど、もうね、タイマーもついてるし、セットするだけで放置しておけばもう簡単にできるので、やっぱりね、お鍋で炊くと美味しいんですよね。ぜひやってみてください。はい、20分経ちましたので、ここから蓋を開けないで閉めたまま10分蒸らしていきます。あ、これちなみにおすすめです。無印良品で買いました。はい、蒸らしてる間にね、セッティングをしていこうと思います。せっかくなんでね、写真とかも撮りたいし、麦茶入れてきました。薄そう。はい、10分経ちました。おお、美味しそうに炊けてる。これをもうブレンダーの容器に移し替えて、
このままね、粗熱が取れるまで冷まします。粗熱取れましたので、ブレンダーで滑らかにしていきます。おお、いいねいいね。ブレンダーめっちゃ楽。ポタージュスープぐらいが目安と書いてありましたので、こんなもんじゃないでしょうか。はい、完成しました。はい、以上です。すごく少ないですけど、食べてくれるかな。あとね、こんだけ余ったんで、この保存容器に入れて冷凍して温めたら食べれるようにしておこうと思います。はい、入れ終わりましたので、これをね、蓋を閉めて冷凍庫に保存していきます。で、実際に使うときは1食分ずつこのね、パカッと取れるらしいので、それをこう器に入れて電子レンジで温めたりっていう感じで食べれるらしいです。うわー、これめっちゃいいね。蓋もちょっといい感じ。朝寝が終わってね、そろそろ起きてくる頃なんで、ちょっと起こしに行こうと思います。うわよ、起きてた、起きてたの。うらら、今日は初めて離乳食食べてみるよ。離乳食食べてみる？どんな味するかな。新米、マミ張り切って無農薬のコシヒカリ買うといたよ。楽しみ。よし、まずはおしめ替えます。ゆっくらせゆっくらせ、おはよう皆さん、ゆっくらせ。おしめ替えるよ。肌が綺麗ですね。真っ白で羨ましいお肌ですね。すべすべやね。誰が見てる？こんにちは。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 すごい上手やね。もう完璧やね、寝返りが。頭すごいどちらかってるね。できましたよ、準備。食べますか。よし、ドキドキやね。はい、出来たてほやほやの10倍がゆと麦茶でございます。本日はご来店ありがとうございます。まずはエプロンつけさせていただきますね。それではいただきます。まずはマミーの特製10倍がゆのペーストでございます。食べれるかな。それ上にしたら食べられへんね。いくよ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 。どうですか。あ、どうですか。おいしいおいしい。ごっくんできた。あ、出てきた出てきた。ごっくんしてみて。どうですか。美味しい。どう。美味しいの。ごっくんは、ごっくん、皆さんごっくん。美味しい。よかった、お気に召しましたようで。よかったです。もっと食べますか。
おお、行きますね。どんどん行きますね。おいしい？初めてのコシヒカリどう？おいしい、おいしいな。じゃあ麦茶、麦茶飲んでみる。ベビー麦茶ね。初めてのベビー麦茶いくよ。はい。あらら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 。どう？どう麦茶？いけてる？あー、美味しそうやね。食べてるね。飲んでるね。もう一回いくよ麦茶。苦ない？おー、すごいね。食いしん坊さん。まだいるの？おー、うわ、上手。初めてとは思えない食べっぷりですね。じゃあもう一回おかゆいく？そんなか探しても何もないね。最後の一さじでございます。十分にご堪能いただければ幸いです。おー、美味しい、美味しいの。あー、すごいですね。初めての十倍がゆ完食です。では食後に麦茶いかがですか？美味しい、美味しい。あー、美味しいの。すごいね。上手やね。上手に飲めるね。うん。離乳食始める前、このスプーンだけで練習してたんですよ。舐める練習。それも結構上手にできてたから、その予行練習聞いてるかもね、うらら。うん、ごくごくいくね。いい飲みっぷりですね。もうね、これ最後かな。もう最後かな、麦茶。これラスト麦茶。どうでしたか、初めての麦茶と10倍がゆは。美味しかったですか？それではごちそうさまでした。もうないかなって探してんの、うらら。もうないのよ。はい、というわけでうらら初めての離乳食上手に食べれました。本日はただただ離乳食を作り初めて食べるっていう動画でしたが、いかがだったでしょうか？初めての離乳食にお付き合いいただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。なぎさとうららでした。バイバーイ。